はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は皆様に完成された非常に美しい定石として知られております木村定石についてお話ししていきたいと思います。これは初代実力制名人木村義男先生が発表した将棋の定石ですね。ということで早速見ていきたいと思います。まず先手7六歩、後手が8四歩で2六歩、3二金、7八金と角代わりに進行していきます。で7七角で3四歩に8八銀と上がります。ここは6八に上がっても大丈夫です。そして7七角成、同銀、4二銀と上がりまして、3八銀、7二銀と進行していきます。そして4六歩、6四歩、4七銀と互いに仕掛け銀に組んでいこうということですね。そしてここで6六歩とついていきます。将来的に7三桂から6五桂といった筋を消しております。そして5二金、5八金、4一玉、6八玉、5四銀とお互いにこの辺、角換わりらしい駒組みとなります。現代は5八金を4八に、5二金も、6二に寄ったりするんですが、昔ながらのスタンダードな駒組みとなります。で3一玉、7九玉、1四歩、1六歩、9四歩、9六歩と互いに端を突いていきます。最近は端を突かない作戦とかもあるんですが、やはりこう、スタンダードに行くんであれば、付き合いたいとこですね。そして7四歩、3六歩、4四歩、3七桂、7三桂とお互いに右の桂馬を活用します。そしてここで2五歩と突きまして、で3三銀ですね。でここでどうするかというところが一つ問題となります。以下一例として8八玉と上がりまして、そこで後手も2二玉と上がるのが、木村定石ですね。これで先後同桂の形が完成しました。で先手はここから満を持して4五歩と仕掛けていきます。これが厳しいですね。で同歩と取るのが本戦の変化になるんですが、それだとちょっと受け一方になってしまうということで、後手が例えば6五歩などと変化しようとしてきたら、すかさず4六角という角打ちが、炸裂いたします。これが厳しいです。次7三の桂取りなので、例えば8三飛車とか受けるしかないんですが、そこで2四歩と突いていきます。で同銀は4四歩と取られるので、同歩と取りたいんですが、そこでやはり4四歩と取られるのが厳しいですね。で同銀にそこで2五歩と合わせていきます。でこれで仮に4五歩なら取って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 、その時に5五角と角取りを交わす手がありまして、で仮にこれで王手を受けたら2四歩と取り込んで、次の2三銀を狙って、あるいは4一銀、あるいはちょっとねマニアックですけど8四銀とか、そういったいろんな手があって先手が優勢になると、そういう変化があります。ということで、ちょっと後手はこれは収拾がつかなくなってしまいますので、できないというわけですね。なのでおとなしく同歩と取るしかないということになります。そこで3五歩と、これまた手筋の厳しい一着があります。仮にこれ、同歩と取ってしまうと4五桂と跳ねられる手があります。で仮に銀をかわすと4四角と王手して、王手を受けたら5三桂成、これは後手が崩壊してしまいます。また4四銀と桂取りにかわすのも2四歩とつきまして、仮に同歩なら同飛車で王手銀取りですね。これも後手が崩壊してしまいますので、消去法でこの3五歩は取りづらいということが分かりました。なので、後手の最善は4四銀と銀を逃げる手になります。でそこから先手は7五歩と、ここからつくのが急所ですね。以下、6三金の変化もあるので後ほど解説します。で実戦は、仮にこれ同歩と取ったらどうなるかということをお話ししますが、その場合は7四に打つ歩を入手するために2四歩と突きます。で同歩、同飛車、2三歩に、2八飛車と引いて7四歩を狙っていきます。で後手も6三角と、手厚く7四歩を封じていくんですが、そこで今度は1五歩と逆方向に目をつけるのが急所ですね。でこれは取るしかないんですが、ここで1三歩と垂らしていきます。これが急所の一着で、同桂は1五香と走れますし、
また仮に同玉と取った場合は1号香車が強烈な一着となります。王様かわすと1一の香車取られちゃうので、まあ、1四歩と打ったりするんですが、まあ、そこで7四歩と一発打ちまして、で同角で4号地点から角の利きをずらしてからの1四香車という手があります。で同玉に4一角と、金ダブル金取りという手があります。これで3人の金取りになっているので何とかしたいんですが、まあ、例えばうっかり4二金とか寄っちゃうと、まあ、2、3飛車成で一気に詰まされてしまいますね。王様かわして竜引いてという感じで一気に詰まされてしまいます。また、こちらの金をかわすのも7四角成と角をボロッと取られてこれは終わってしまいます、まあ、ということで4三銀と引くのが一番良さそうな一着なんですが、これも4五銀と、捌く手がありまして先手が大優勢となります。まあ、以下一例として同銀に一発1五歩取って、仮にこれ取ると、5二角成から2五金で、後手玉を詰ます狙いがありますので、まあ、1三玉と引くしかないんですが、そこで4四歩と急所の一着が入りまして、仮に取れば3二角成で先手が必勝、また、ほっといても4三歩成と銀が拾えてこれも先手が必勝形と、こういう恐ろしい変化があります。まあ、ということで1三歩に対しては遡りまして同香と取るのが最善になっていくんですが、まあ、そこで2五桂が厳しいですね。これで次香車を取れると一気に、後手陣が崩壊してしまいますので1四香車とギリギリで頑張っていくんですが、そこまで利かして3四歩と取り込んでいきます。まあ、これで、まあ、放っておくと次3三角と打ち込むような手も非常に厳しくなってくるので、後手は2四歩と催促していくのが最善になっていくんですが、まあ、そこで3三桂成が通れてですね、これに対して同桂と取るんですがそこで2四飛車とさばくとこれが地味ながら王手香取りとなります。平凡に2三歩なら1四の香車が回収できてしまうということですね。ということで後手は2三金と上がって香取りを受けるんですが、まあ、そこで1一角が激痛となります。これも次の一手本に出てくるような手筋で、仮に取れば2三飛車成で、まあ、金なし将棋に受け手なしの格言通り、後手玉が受けなしとなります。まあ、金持ってても多分受かんないですけどね。2二金には1二歩から詰んじゃいます。まあ、ということで、まあ、3二玉とかわすしかないんですが、そこで3三歩成と行きまして同銀に4四桂と、ふんどしの桂をかけていきます。これで王様かわすと2三の金がボロッと取られてしまいますので、もう同銀と取るしかないんですが、そこで同角成ではなく一発2三飛車成と守備の要の金を剥がしてから同金に4四角成とすれば先手が大優勢、まあ、評価値でいうところの1500点、パーセントでいうと 90% ぐらいという形になっていきます。で仮にここでほっとくと次寄せられてしまうので4三金と出るのが最善なんですが、まあ、そこで4五銀が美しい着ですね。で仮にこれ同銀と取れば4三馬と、金を取って、後手玉は非常に受けづらい形になっております。まあ、例えば3四銀打ちなら2四歩と打ちまして、これは取るしかなさそうなんですが、そこで3三銀と打ちます。で2五玉に馬取りに構わず3七金と打つのが決め手で先手勝ちですね。で仮にこれ4三銀と馬を取った場合は2六歩と打ちまして3四玉なら2四金3五玉そして2五金までの詰みとなります。まあ、ということで、この変化一気に負けにされてしまいますので、じゃあ4五銀に対しては4四金と馬の方を外して頑張ろうという形になっていくんですが、同銀と取ってやはり次3三金からの寄せがなかなか厳しいですね。先手玉は鉄壁、後手玉はほとんど受けが難しい状況ということで、これも先手が大優勢、まあ勝勢に近い形という形になっていきます。まあ、一例として例えばここから3八飛車と、5八の金取りに当てつつ3三金を防ぐという手があるんですが、まあ、かまず3三銀打ちと打つのが厳しいですね。で仮にこれ同飛成、ごめんなさい、3三同飛成なら、まあ、同銀成同玉に、まあ、3一飛車と打って、これで
王手香取りで、さらにこの9一の香車を取った手が飛車にも当たって、でなおかつ3九香という王手も見せることができる一石三鳥一石四鳥の展開となりまして、先手が必勝となります。なので後手としてはちょっとこの銀を取るのは面白くないので、何か別の手を模索していく形になるんですが、まあ、例えばここからですね、まあ、5八飛車成と金を取って攻め合いに行こうとした場合は、2を太って後手玉が詰んでしまいます。3四玉なら3五金、1二玉なら2三金と打ちまして、王様かわして2二金打ちで、これで同飛車同金までの詰みですね。まあ、ということで5八飛車成はできませんし、3三同飛成も決定的に悪くなってしまったんで、じゃあ4五角で次7八角成同玉5八飛車成を狙いつつ、攻防に利かしたらどうなるのかなという形になっていくんですが、まあ、これも2四金が厳しいですね。1二玉に2三金打ちと、これが好手となります。仮にこれ同角と取っちゃうと、まあ、せっかく打った角が1三歩2一玉、2三金で取られちゃうという形になります。まあ、ということで、2一玉とかわすのが最善になるんですが、そこで3二銀成とします。でこれどっちで取ってもきついですね。まあ、飛車を自陣に戻してしまうと7八角成同玉5八飛車成の狙いが消えてしまいますので、同飛車寄ると取りたいところなんですが、まあ、そこで同金と取ります。で結局ここでも、同飛車成とやってしまうと、先手玉への脅威が完全に消えてしまいます。かといって同玉と取っても、3三飛車と、まあ、王手飛車取りの位置に打たれまして、王様逃げれば飛車が取られちゃうので、まあ、仕方なくこう取るしかないんですが、まあ、それで同金4一玉5三金成という要領で、まあ、これは一手一手の寄せ、そして先手玉は詰まず先手の勝ちがほぼ決まると、こういった形になります。いかがでしたでしょうか。でこの3三桂成のところで同桂は2四飛車でやられちゃうので、同銀はどうなのって話になるんですが、まあ、これも同歩成と取りまして、同金に4四銀で無理やり、十字飛車狙っていく手もありますし、また平凡に3五銀と置かれておくような手もまあ嫌ですね。ほっとくと次2四銀があるので、まあ、3四歩とかちょっと打ちづらいという状況になります。例えばここから3二桂と受けていくような手はあるんですが、3四歩と絶好のところにくさびを打ち込まれて、例えばこれ2三金とかわすしかなさそうなんですが、そこで6五歩がまたちょっと味のいい一着ですね。で仮に同歩なら6四角と打ちまして、6二金と桂取りを受けると5五銀という感じで後便に使っていく手があります。で例えば同銀なら同角で王手で銀が取れまして、先手が大優勢、4三銀と引いても7五角と引いて、これで次6四銀から5三銀成の手が厳しいですね。7四歩と打っても6四角と出まして、やはり次の4四歩と制圧する手が非常に厳しく、先手が十分な分かれと、そういう形になっていきます。一例として例えば8一飛車なら4四歩と打ちまして、まあ、5二銀と引かせて、まあ、もう一押しができるかどうかというところですね。で例えばなんですけど、ここから4七金と上がりまして、後手がもし何もしてこなかったら3六金そして2六金から1五香車と、こういう感じで、同香なら同金で2筋を、狙っていくという感じですね。でちょっとまあ今4七金から自由に先手が駒を動かしていったんですが、まあ、実はもうへこまされた後手には、今あの3六金から2六金と、そういうルートを防ぐ手立てがかなり難しくなっておりまして、もうこのそうですね、5二銀とへこませて4七金と出た時点でもうちょっと後手は収拾がつかない格好になってしまっていると、そういう状況になります。で例えば4七金に5四歩と突く手がちょっと気になると思うんですけど、この場合は4二角成と歩をついてしまったために馬の侵入を許してしまいます。で5五歩なら2四銀とさばいて、これは決まりですね。同桂なら2五歩と打って次の2四歩から2三歩成が厳しくなります。また同金と取るのはスパッと同飛車と取っちゃって、これも決まりそうですね。同桂なら3三歩成と行きまして、同桂に3二金1三玉3三馬で
次の2二馬、そして2五桂が受からず、必至級ということになってしまいます。まあ、ということで、戦後同桂の木村定跡、まあ、結構難しい変化はたくさんありまして、もちろんこう初心者の方とか級者の方が、ね、例えばこの4四同銀まで綺麗に進んだとしても、本当にここから勝てるかっていうのはちょっと難しいところもあるんですが、まあ、少なくとも先手が大優勢な変化には持っていけるということですね。まあ、ぜひやっぱりこの角換わり覚えたての人とかだと、普通にこの変化何も知らずに食らってしまうということもありえなくもないので、まあ、ぜひ、もしこういう戦後同型の変化が現れましたら狙ってみてください。まあ、ちなみにさっきだいぶ遡るんですけど、7五歩に、同歩ではなく6三金の変化がありますよと言ったので、それも少しお話ししていきたいと思います。これに対しては7四歩と取ります。で同金に4一角取って、金取りが厳しいですね。で仮に6、まあ、これ金かわしちゃうと7四歩と打たれて桂馬がボロッと取られちゃうので、だから6三角はどうなのって話なんですが、まあ、同角なり同銀に2四歩同歩4五銀と、進めていくのが厳しい展開となります。で仮にこれ、同銀と取ると同桂と取って、次5三桂成が厳しいですね。以下4四銀と受けても7一角が痛烈な一着となります。で5二飛車は4一銀の割り打ちがありますので、7二飛車が最善になると思うんですが、そこで5三角成と、まあ、銀の両取りで取りまして、同銀と取るしかないんですが、同桂成と、取って次の6三の銀取りが非常に受けづらく、先手陣は晴天とした格好ですので、先手が大優勢な展開となっていくと、そういう形になります。まあ、ということで、まあ4五歩ついて本当に微差ではあるんですが、もうすでに先手がリードを奪ってしまっていて、後手は先手の敷かれたレールから逃れる術がなかなか難しいと、そういう展開になるということを、覚えておいていただければ幸いでございます。まあ、ということで、まあ、現代では3七の桂に紐をつけるために4八金型とか、まあ、例えばですけどね、ちょっとここから少し動かしてみると、例えばですけど現代は4八金型、そして2九飛車型、そして3七桂型、まあ、後手も同じですね、こういった形が非常に流行っておりまして、まあ、これが将来的に自陣に傷を作らず、なおかつ攻めにも活用できているという、まあ、一石二鳥の陣形、隙を作らない陣形ということで、多数のプロがこの形を採用しております。まあ、それもこれも全部この木村定跡の戦後、この5八金型5二金型で戦後同型になるとあまり良くならないと、まあ、こういったところがベースになってるんじゃないかなと思います。ということで仕掛けの直前に戻りまして、木村定跡は38手目のところ8八玉と上がって、で後手も2二玉と上がってという形になったんですが、実はこの8八玉も2二玉もどちらもあまりいい手ではなく、8八玉には6五歩とついて先行して、これで後手がやや有利というふうに言われております。8八玉が疑問手だったわけですね。後手に6五歩と先行を許してしまって、仮にここで4五歩とついたりすると、先ほどと逆で6四角と先に打たれちゃうということで、まあ、仕方なく同歩と取るしかなさそうなんですが、まあ、そこから7五歩と突かれて、これは先ほどとあべこべで、後手にガンガン攻められてちょっと先手の分の悪い展開となってしまうわけですね。まあ、ということで、実はこの8八玉と上がる前に4五歩と突くのが、先手の有力な手段となっております。でさらにですね、じゃこの8八玉の2二玉の後に4五歩と突いて先手が有望になりましたが、まあ、ということでこの8八玉2二玉とここまで囲った後で4五歩と突くと先手が有望となりますが、まあ、実はそのワンテンポ前で4五歩と突くのが最善だったというわけですね。で後手も8八玉には6五歩と突いて、これなら後手が有利で、この形だったら4五歩と突いてこれは先手がやや指せると、で8八玉2二玉まで行って4五歩と突くと先手が有望から優勢の間ぐらいと、そういった変化になるというのがこの動画のまとめでございます。本当に木村定跡、もうだいぶ昔に完成された定跡なんですが、本当に美しくて無駄のない素晴らしい定跡だと思います。
ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。